外す時。大船に乗ったつもりでいてください。仕方ねえな。俺に任せといてください。仕方ない、やりましょう。やばいっすよ、桐生さん。ジャスティスメンバーが大勢やってきました。いよいよお出ましになったか。まだそんなに多くはないはずだ。今のうちに叩いちまおう。そうっすね、派手にやっちまいましょう。よし、行くぞ。もうこんなにメンバーを送り込んできてんのかよ。ジャスティスの総メンバー数を考えたらこんなの序の口さ。これも倒せないようじゃ何も始まらない。知ってはいたけど、やっぱりとんでもない相手っすね、ジャスティスは。ああ、だが俺たちはそれを倒さなきゃならねえ。相手がどんなに強かろうがな。それが男ですよね。よく覚えてるな。まあそんなところだ。さて、雑談は終わりだ。お前ら行くぞ。おう、うす。ほらほら、行っちゃうぞバカ野郎。俺らの恐ろしさ刻み込んでやる。やってやりますよ。どこマサオの生き様デイスクラッド。一応本気だぞ。この違いを見せつけてやります。さっさと片付けしまいますか。よし、俺たちの勝ちだ。お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。よっしゃ、やりましたね、桐生さん、ジョーさん。俺たちも最低限の戦いはできるってことだな。ブラボーブラボー、ついてるね、乗ってるね。ん、この声はやっぱり矢野か。久しぶりじゃねえか、ジョー君よ。こんな田舎町に出戻りしちゃって哀れなもんだね。なんだこいつは。あんたが桐生とかいうおっさんか。
どうもどうも、俺はジャスティスで敏腕プロデューサーをやっている矢野トールっていうもんだ。以後お見知りおきを。何なんだこいつは。ジャスティス六強人の一人、矢野トール。六強人の切り込み隊長と言われてる男です。もともと窃盗や詐欺のスペシャリストとして有名だったところ、岡田に引き抜かれたんです。今のジャスティスの軽犯罪担当ってとこですね。人を騙して裏切って金を取る、せこい男ですよ。おいおいおい、そりゃねえだろ。昔の仲間にえげつないこと言うね。それに俺は敏腕プロデューサーだって言っただろ。若い連中に金になる仕事を一生懸命プロデュースしてやってんだぜ。何がプロデューサーだ。お前のせいで何人牢屋にぶち込まれてると思ってんだ。おお、細かい。やだね、細かい男は。ジャスティスが潤ってんのはなんだかんだで俺が稼いでるからなんだぜ。おい、そんなことはどうでもいい。お前は俺たちを倒しに来たんだろう。まあまあそう焦るなよ。俺も長旅で疲れてんだよ。今戦う気力なんてねえんだ。それに何気に尾道に来たのは初めてだよ。ラーメンでも食って観光でもしようかと思ってんだよ。だからお前らを殺すのはもうちょい後にするわ。ちなみに今お前らが倒したやつらなんかほんの小手調べだ。これからうちの連中をガンガンつぎ込ませてもらう。まあそいつらと遊んでせいぜいヘトヘトになってりゃいいさ。お前らがヘナヘナになった頃俺はちょちょいと刈り取らせてもらうよ。この野郎。俺は他の六強人の連中と違って頭がいいからよ。そんな感じでよろしくな。じゃあまあ俺が観光終わるまでは生き残ってくれよ。なんか頭にくるやつですね。本当に強いんすか。ああ見えて相当な実力者だ。対抗するためにこっちも準備しねえとな。なかなかしぶといね。矢野か。お、覚えててくれて嬉しいね。そう、俺こそが矢野トール。待たせたな、桐生さんよ。全然待っていない。おい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 、まあいいや。今日は最後のご挨拶に来てやったぜ。ようやく尾道観光が終わってよ。のどかでいいところだったぜ。ジョーの野郎がおじけづいて引っ込んでのどかに余生を過ごしたくなるのもわかるな。てめえ、もうちょいここでのんびりしたいんだけどよ。六教人の連中が早くしろってうるせんだよ。次に会った時は俺が相手させてもらう。その日がお前らの命日だ。ジャスティスの六教人の本気をお前らに見せてやるよ。首をきれいに洗って待っとけよ、バーカ。いよいよ次は矢野が相手ですね。ああ、矢野は強い。だが俺たち桐生会も確実に強くなってきてる。絶対勝ちましょう、桐生さん。ああ、矢野徹。一筋縄では行きそうにねえな。いよいよ矢野との決戦ですね。多分今までとは比較にならないほど強いと思います。桐生さん、気合い入れていきましょう。ああ、それじゃあ行くぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。おう、うっす。六強人の一人である矢野を倒せばジャスティスの力をかなり削ることができる。そうすればジャスティスを攻める突破口ができるはずだ。ここで勝てれば
めちゃくちゃ大きい一歩だ。絶対勝ちましょう、桐生さん。ああ、これ以上あいつに好き放題言わせておくのも尺に触るしな。よっしゃお前ら、 We are ヤノトール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 よし、桐生かい、出撃だ、行くぞ。おっしゃおっしゃ。気を緩める。進め。ライブルだったぞ。信じられねえ。数では負けてねえはずなのにな。もうお前の負けだよ、矢野。ここは俺たちの大事な町だ。連中連れて出てってくれ。そう簡単に引き下がるわけにはいかねえんだよ。六教人にはよ、負けは許されねえんだ。負けて帰ったところで俺の椅子は残ってねえよ。だから俺にはここでお前らを倒すしか道はねえんだよ。お遊びはこれまでだ。六教人の恐ろしさはここからが本番だぜ。行くぞ。Yeah!
つえ、信じらんねえ。やったー、あの六強人の一人矢野を倒しましたよ。ああ、これでジャスティスもちょっとは焦るだろう。矢野がやられた程度で俺たちが焦るかよ。むしろ焦ってるのはお前の方だろ。ジョー、お前はジョー、トランキーロ、焦んなよ。六強人の一人内藤、岡田に並ぶ実力者です。まさか尾道に内藤が投入されるなんて。投入？おいおい、誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか。俺がここに来たのは俺の意思だ。俺は岡田の命令も誰の命令も受けない。俺がわざわざこんなとこまで来たのはな、桐生さん、あんただよ。あんたに興味があるんだ。俺に？元東城会四代目会長、伝説の極道、道島の竜、桐生一馬。え？東城会ってあの桐生さん、ヤクザだったんすか？昔の話だ、今は仇だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね、桐生って名字を聞いただけでピーンときたよ。改めまして内藤だ。ブエナスノーチェス、桐生さん。ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよな。それを聞くたびに虫図が走ったよ。俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよ。やるのか？へっ、桐生さん、トランキーロー、あっせんな。あんた一応矢野と戦った後だろ。万全じゃないあんたを倒してもすまんねえよ。あんたの仲間全員ぶっ潰して、それからじっくりあんたとやらせてもらうよ。じゃあな。おい、あん？そこにお前の仲間が倒れてる、連れて帰れ。こんなやつもともと仲間じゃねえよ。それに負け犬は六強人には不要だ。テイクアウトする価値もねえ。いっそのこととどめでも刺してやろうか。てめえ、ナイト。やめとけナイト。相変わらずだなジョー。お前も岡田もそういうところがいけすかねえんだ。桐生だけじゃねえ、てめえもじっくりいたぶって葬ってやる。内藤か。まさか桐生さんがそんな有名なヤクザだったなんて。過去の話だ。でも会長だったんですよね。道理でチームまとめるのもうまいと思いましたよ。俺たちは桐生さんを信用してるし、過去がどうだろうと気にしないよ。むしろそんな人が近くにいるってのは心強い。いろいろ勉強させてもらうよ。そんな大層なもんじゃない。俺が教えられることなんてねえよ。そんなことねえって、もっと自分に自信持てよ桐生ちゃん。いいんですか、本当にこいつ仲間に入れて。俺は別に構わん。本人も心を入れ替えるって言ってるしね。おうよ、ジャスティスなんて最低だぜ。俺は拳を交える中で桐生ちゃんに惚れたんだよね。これからお世話になるわ、よろしく。調子のいいやつだな。まあでもこいつの強さは本物だ。内藤を倒すにはこっちの戦力も増やさねえとな。任せとけって。正直俺もあんな風に切り捨てられたチームに未練はね、あるのは恨みだけだ。俺にもプライドがあるからよ。ジャスティス潰し協力させてもらうぜ。ああよろしく頼む。矢野トールに任せとけよ。次の相手の内藤は
今まで以上のメンバーを率いてるって噂です。あいつが率いてる連中は俺の仲間のガキンチョどもとはちょっと質が違う。まあ注意した方がいいぜ。準備しっかりしていかねえときついかもな。分かった。